はい、明けましておめでとうございます。今回のスタート地点はですね、東海町ですね、もうすぐですね、あの正面に黎明港大橋というのが見えてきますけど、今日はですね1月のですね2日です。はい、簡単でありません。今年も本当によろしくお願いしますからね。本当はですね、昨日のね、朝日を撮るつもりだったんですけどもね、まあ、いわゆる初日の出で、場所はどこからかっていうと、今走ってるここからのつもりだったんですけど、編集がですね、大晦日の日に、撮った動画をですね、大晦日のその31日の日に全部上げて、ほんで元旦の、いわゆる今年2023年の動画の一番最初は、その初日の出やと思ったんですけどね、編集に時間かかってですね、結局ね、大晦日の日に3本動画を撮ったやつをですね、の3本目を上げたのはですね、昨日元旦ですよね、のね、5時過ぎ、ほとんどもう5時半ぐらいまでかかってましたがよ。で、まあね、でもほら、おまかせテレビの場合は、その、ニュース速報的なね、動画がしたいじゃないですからね。だからまあ、その日の、動画をその日のうちに、みたいなですね、ことを去年、やったんだけど、やっぱりそれじゃですね、何ですかね、意味合いが違ってくるという感じですね。だから YouTube にそのニュース性はないやっていうのを、気づいたんですけど、まあね、年末と年始ぐらいそういうことをしようかなと思ったんで、ですけど、すいません、また話がちょっとぐじゃぐじゃになりそうですけど、それでここあれですよ、いつもの通りね、ここを選んだのはね、やっぱりあれだろうと、最初と最後はやっぱりこのマリンポート鹿児島で始まり、マリンポート鹿児島で、終わればいいなと思ったんですけどね、ここのもう一つの呼び物の桜島ですよ、桜島、元旦だからほらくっきりはっきり見えると思うでしょ。ところがですね、そうじゃないんですよね。だからね、いや、くっきりはっきりの桜島をほら今まで何回って撮ってますけども、こういう感じの、ね、桜島って珍しいんじゃないかなって逆に思いますよ。ちょっと待ってくださいね。今日はの穏やかな天気ですよ。今日もというかですね、ここね、前がですね、波静かなる錦江湾、ゆっくりたりしますからね。はい、ここがですね、まあ錦江湾は普通ですね。だけどほら、大隅の方がもう見えないでしょう。ほら、桜島もうかすかですよ、かすか。だけど後ろから車は来ませんからね、ここも恒例で10秒ぐらいずーっと、はい、こういう桜島も珍しいでしょうね。だからこの今年2023年が不透明っていうわけじゃないですよ。これは単なる気象現象ですからね。でここはね、見えるかな、連絡を上げてる人なんかがいる。もしかするとこの、今日今ね、時刻は言いませんでしたよね、1時26分。それとですね、私のこの車の、時計ですよ、これが なぜかですね9時
まあ今1分過ぎたから9時26分ってなってんですよ。なんかあれがあったのかな、こう年度が変わって、まあ今デジタル化されてますから、この、時計もそうなんでしょうけど、別にそのバッテリーが上がったとかですね、そういうあれはないんだけど、まあ今日これから帰ってまたあれですね、時計を合わせたりですね、それと去年の暮れにできなかった、あ今日はしませんけど、このガラスですよ、フロントガラスをちょっと研磨してですね、やっぱりね、綺麗なね映像をお届けしたいですからね。まあ基本的にはあれですね、これまでとほとんど変わりませんからね。ただ気持ちの上とですね、なんか新しい気づきっていうんですかね、私はほらほとんど物事を知りませんから、知らないんだけど、なんかこう皆様からのこのコメントとかで、自分がこう撮った動画をですね編集する、で最近はこの文字を入れてるんですよ。で文字を入れたりしてるとですね、自分のしゃべり、それからそれからそのしゃべりを文字化する、いわゆるテロップを入れた時に、適切というかですね、その自分がこう今こう喋ってるようにこうグダグダした言葉を要約できないっていうことに気づいてですね、これは昨日気づきました。ですね、暇があったら見てください、昨日あげたですね、あれです、そば茶屋吹き上げ庵の、持ち帰り用の年越しそばが、ドライブスルーの部分は、まあドライブスルーというか、ほら車の中が帰る、そこは1、2時間前にも売り切れたと。でだけど、店の前にはまだそばを買う行列ができてたっていう、そこあたりのですね、顛末をこう、時間で言えばどれくらいかな、4、5分か、そこの部分をですね文字化するのにですね6時間かかってましたからね。だから自分がいかに言葉を知らないかっていうのは、よくほら語彙が、豊富とかな、語彙が豊富って言いますかね、もうそれさえも知らないぐらいですけども、要するに語彙という言葉は、まあ知識と知ってましたけど、として知ってましたけど、それをどういう時にどういうような使い方をすればいいかっていうのを分からずにですねしたんだけど、だけどですね、不思議なのはですね、イライラはしないんですよ。面白いなと思ってですね、というのは自分は昔、15年ぐらい前、15年前還暦になったのが15年前ですからね、還暦になったのをですね機にですね、ちょっと小説の勉強しようかと思って、そういうところに行ったんですね。生まれて初めてですよ、月謝を払って。ほんでそうした時に教えてもらったのが語彙というあれでですね、言葉、そして小説を何で書こうかと思って、小説教室に通おうかと思ったかというとですね、ストーリーはですね割とですねスラスラと出てくるんですよ。コート向けなストーリーですよ。まあ予感こういうのは子供じみたものを、いや子供も考えつかんよな、ストーリーをよく考えつくねっていうぐらいのね、くだらないストーリーなんだけど、
でも自分としてはですね、結構面白いんですよ。で、これを文章化できないかなと思ってですね、ちょっとあれでしょ、おかしいでしょ、あの言い方がおかしい。要するにあのストーリーが浮かぶっていうのは映像で浮かぶんですよ。こうカメラをここにこう置いて向こうから主役が来ると、で主役がそこでひっくり返ると、でひっくり返ってこう膝小僧を、すりむくと、で立ち上がろうとした時にそこに何か光るものが光ってるとかですよ。でなんだこれはと思うと上から声がするわけですよ。それを触るなってやつで、それをパッと上を見るけど誰もいないっていうような感じのですね、ストーリーがですね、浮かぶんですよ。でそれはのある意味、あれですよ、のその後も続くんですよ。ただそれは映像としてはですね、こっからカメラをこう撮ってああ撮ってっていうのはあるんですけど、文章に表すとなるとですね、そらそら難しいっていうんじゃなくてですね、言葉は知らないんですよ。例えばそのリンゴを見てですよ、リンゴが赤くて大きさはどれくらいって、あるじゃないですか。だけど赤という、言葉とかですよ、その大きさを表す単位、センチとか何とかっていう、インチとかですよ、そういう言葉を知らないとそれを文字化できませんよね。だから私は本当、まあ大げさに言えばですよ、赤という字も知ら、言葉も知らないし、センチという単位も知らないんです。だけどリンゴ自体は知ってますから、そのリンゴを誰かに持たせて、はいこれをこうかじってって、おでかじる前にそのリンゴをよく見てねって、おで君がそのリンゴをこうかじるところに、見る時に別のカメラでアップで撮ると、でそれはその、君が食べようとしてるそのリンゴにちょっとしたこう、傷がある、で君は食べようとしてその傷をじっとに見つめてね、でそのなんでかってその傷が実は何かに似ている、でその子供はそれを見て、なんだろうこのこれ傷つけって何かに見てるなと思うと、実はそのあるところ近くにある、島でいいな、小島でいいや、小島を上から見たのと一緒だって、あれなんだろうこれっていうことで、誰かにそのこれ何系って、このすいませんこれね今考えたんだけど、あのおじいさんのおじいさんに、じいちゃんこのリンゴにこういう模様があるんだけどこれ何系って言うと、いやこれあれなんとかの島かもしれないぞって行ってみようかっていう風になるっていう、なんかそんな感じなんですよ。だけどそれはね、映像としてはね撮れる、今だけど喋るとちょっとあれですね、ストーリーが言葉としてつながるようになりましたね。あーいや嬉しい。前はですねこういうことさえもできなかったんです。自分の頭に浮かんでるストーリーをですね、いわゆるこう喋って誰かにこう伝えるっていうこともできなかったですからね。いやなんか今年はあの映像以外にもなんかなんかがなんかするかも。いや嬉しいですよ。だってですね、このおまかせテレビを初めてですよ。どっちが、あ、こっちか行こうか。いやいや、こいからですね、もうあとは考えていませんでした。考えていなかったけど、今こっちに曲がろうと思ったのは、今日正月の2日でしょう。で、ここからですね、今の正面に見えるのが、紫丸に上がる坂なんですよ。ほんで、普通、まあ、ここから向こうに行くまでですね、下手するとね、次の信号、この信号じゃないですよ、その次の225号線を越えるまでですね、10分ぐらいかかったりしてたんですよ。だから今これだったら多分、次の信号スッて抜けられると
できるかどうかを試そうかと思って左に来たんですけどね。そうか。あ、それと話ついでに言いますけど、いろいろおまかせテレビにですね、コメントをくださって、去年の暮れからっていうか、ほら、大晦日のあの辺から、今年ありがとうございました、また来年もよろしくですね、で、またお体に気をつけてですね、安全運転に気をつけてくださいね っていう、そういう心遣いのコメントがあってですね。で、その中の一つに、やっぱりの一人に返したコメントの中で、なぜか1年ごとにですね、元気が出てくるかっていうか、っていうような、コメントを返したんですけど、で、コメントを返した後からですね、実際そうだなと思うようになってきたんですよ。歩き取りをする時に、最初のうちはもう疲れてたんですよ。で、この喋りにしてもですね、最初の頃はですね、15分喋っただけで、あくる日はですね、喉がちょっといがらっぽくなって、かすれたような感じがしてたんです。だけど今年の最長記録はですね、そうですね、10時間ぐらいぶっ続け 喋ってましたよ。ほんで、あくる日もどうもないわけです。で、今日の声はどうか知りませんけれども、なんですかね、時々ですけどね、この喉の奥がですね、すっきりして、若い頃のような声が出たりするようになったんですよ。で、まあ大体がじいさん声ですけどもね、でも私の自分としてはそのじいさん声を出してつもりはないんだけども、聞くとじいさん声なんですよね。でも今年中に、もしかするとこのじいさん声の原因になってるなんかがスポッと取れるかもしれないと思う。いやいや、これね、やっぱりね、言っとった方がいいと思いますよ。こんなこと言うとみんなに笑われるなとかですよ。で、また、それがもう今年もそのままどころかより、強力な今日の持参語になったらどうしようかと思ったりするかも、頭隅でそういうことあるんですけども、でももしかしてですよ、本当の、要するに小林旭さんの歌を私はずっと歌ってたんですけども、その頃はですね、キンキン声と言われるぐらいですね、高い声が出てたんですよ。で、音痴もそんなにひどくなくてですね、だから、一つの目標っていうわけじゃないけど、ここの「おまかせテレビ」のリスナーの方の中にはですよ、私と同年配かもうちょっと下ぐらいの人で、やっぱり自分と知らず知らずのうちに対比して見てらっしゃる方がいるかもしれないんですよね。で、だからそういう方のためにというのがしたいじゃないんだけど、自分のためにですね、ちょっと、いわゆる世間の常識っていうのは案外そうじゃないんじゃ、よくほら年を取るとどうこうって言うけど、そうじゃないんじゃないけと、やり方を変えると、それを逆行 要するに還暦から若返るって言いますよ。あれはだけど、今のところ私に言わせると希望でしかないんですけどね。だけど、そうですね、やっていますからね、どういう弁だとか、この頭の中にしてもですよ、40ぐらいから人はその脳は進化を、終えて、どんどんなんですかね、機能が損なわれていく方になるって言うけど、ちごたちごか すいません、ここでかごまべをつけたでしょうね、違うんじゃないのっていうのがあるんですよ。
というのは、実際ほら喋れなかった私が喋れるようになったし、まあそれぐらいかな。それぐらい。それとですね、人の言うことをこう素直に聞けるようになりましたね。その最大のあれが雨の日の撮影、自分の思い込みがですね、いかに世界を狭くしていたのかっていうのが、去年のあれが雨の日は撮影、雨の日の撮影っていうのは最初から考えてなかったんですけど、だけどね、まだそんなに撮ってないんですけど、イメージとして雨の日のね撮影はね、こんなに素晴らしいのけっていうのがあると思います。それはね、雨っていうのはね、いろんなその動植物にね、いろんなね、いい影響ですね、与えてると。そして雨があるから天気があると、天気が晴天が主体で雨が、脇役じゃなくて、雨が主役で晴天が、脇役。なんかこんなね、あれがなりましたよ、自分が思うにはですね。まあ確かにその雨、大雨が降るとっていう、洪水になるとっていう意味じゃないですよ。雨、適当に、適度に降る雨ですね。そういうことですがよ。で、今時計を、ストップウォッチを見たら22分超え だけど、どうしようかな。あ、せっかくだからほら、さっき見えた桜島ですよ。ちょっとぼんやり、薄ぼんやりこう見えた桜島も、もしかするとあれですね、桜島も、みんなからこう見られてですよ、たまにはですよ、こう俺もそのあんまり他の人から見られんように、なんか自分のプライバシーっていうのが欲しいなっていうあれがあって、このそしたらそのここあたりの大気ですよ、空気、よし分かりました、ほんなら桜島さん、ほんならちょっと全然見えないっちゅうわけにはいけんかもしれんけど、ちょっとあれしますからね、ちょっと昼寝でもしてくださいって言われて、桜島は「おう分かった分かった」っち、ほんならね、おい、ほんならゆっくりとすってよ、よろしく頼んどって言ってんじゃないかなと。まあ作り話もしながらですね、はい、こっから見えるんですよ、桜島がですね。で、今年はですね、桜島の見える、風景っていうのをですね、意識して、いった撮り方もしますからね。いやー、桜島っての鹿児島ですよ。100年後に、200年後に、300年後に残っているのはね、桜島しかないですよ。で、その頃の人間もやっぱり桜島の恩恵に預かってると思いますからね。やっぱり今のうち、私もこの今のこの周波数の世界に、あれを置いているうちにですね、桜島に気づきましたからね、私は桜島さんっていうのを言うとかんというかですね。はい、ということですね、この動画、新年最初の動画はここでお開きになります。ありがとうございました。